ロケ飯、ロケ飯、それはロケするおっさんディレクターの心を癒すご当地グルメ。全国津々浦々、仕事でしか訪れないような土地で食す一皿はまさに一期一会。カメラに音声にディレクションとワンオペが当たり前になりつつある映像業界、そう思い機材を持って知らない街をさまよい、ヘトヘトになりながら頑張るおっさんディレクターの心と胃袋を満たしてくれるリーズナブルなオールフード。美味しいか美味しくないかでその日のロケの出来が決まると言っても過言ではない。それがロケ飯だ、ロケ飯だ。はい、こんにちは。20年以上お金を志望と思い出に変えてきたやつです。今回は全国各地にロケで訪れて私の心と胃袋を満たしてくれたロケ飯をランキングで紹介します。題して、俺が選ぶロケ飯ランキングトップ3ね、いろいろとキーワードも載ってますけど、このロケ飯を思い返すだけでなんか込み上げてくるものかということで、早速3位から発表していきましょう。第3位は北海道帯広のソウルフードがランクイン。帯広といえば豚丼や新鮮な魚介類、ジンギスカンとめちゃくちゃ美味しいものがたくさん。その中でどうしても行きたいと思ったのが、はい、こちらドン、カレーショップインディアン。インディアンではなくてインディアンですね、これ重要。50年以上地元の方たちの胃袋をがっちりと掴んで離さない、このお店のカレーは年間300万食以上を販売。帯広と釧路の12店舗でのみ食べられる、まさにソウルフード。カレー好きなら一度は食べたい一品です。ということで、数あるメニューの中から私が選んだのは、はい、こちらドン、インディアンルーにエビをトッピングしたインディアンエビ。牛肉をふんだんに使用し、数十種類のスパイスで熟成されたというこのカレー、食べた瞬間に肉の旨味が溶け込んだ濃厚なルーの海に落ちていく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 。辛さも控えめで、どこか懐かしい優しいお家の味。そう、これはプロが作った最高の家カレーだ、家カレーだ。そしてこのカレーの海で所狭しと泳いでいるのがムキエビ、ムキエビ。プリップリの君たちは一体どこの海からやってきたんだいと、このカレーの海にめちゃくちゃマッチしているエビさんたちとの開口。このままこの茶色い海に溺れていたい、溺れていたい、溺れていたい。まあ、この後すぐロケがあったんですけどね。続いて第2位。第2位は秋田県秋田市から。後輩のディレクターと秋田駅を撮影し、目的のロケ飯を求めてお店へ。それがこちらドン、秋田比内地鶏屋の比内地鶏の究極の親子丼。なんつったって究極ですよ、究極で。値段を見るとドドン、おー、親子丼にこの値段ちょっと高い。でもここで食べなければ絶対後悔する。うーん、思い切っていっちゃいましたね、いっちゃいましたよ。トロ、ふわふわ、卵は半熟のトロふわの食感。そして雄大な秋田の大自然の中、放し飼いで育てられた比内地鶏のお肉は程よい弾力の中に旨味がぎっしり。さらに秘伝のタレとふっくらとした秋田小町が口の中で絶妙に絡み合うハーモニー、ハーモニー。一口一口食べるたびに頬が落ちていく、頬が落ちていく。うめー、うめー。口の中で比内地鶏が踊っているかのような、まさにダンサー。いよいよ1位の発表です。1位は沖縄本島の南側、南城市から。海沿いにあるこちらのお店、くんなと。地元のドライバーさんに教えてもらった沖縄そば屋さんです。地元ドライバーさんの情報はほとんど外れなし。沖縄といえばどこでも沖縄そばを食べられるのですが、もうここのは別格。いただいたメニューが、はい、こちらドーン、もずく中身そば定食。沖縄特産のもずくがふんだんに味わえます。で、そばには生もずくをかけて食べます。しかも生もずくはおかわりし放題。もうね、食べる前から口の中にもずくが溢れてくるような気分です。まずは麺の上にたっぷりとかかっている中身。中身とは豚のもつのことで、豚が大好きな沖縄の食文化に欠かせないものの一つ。もうね、噛んだ瞬間に肉汁がブッシャーと口の中に広がり、その先にギュッとした旨味と程よい弾力。何回か噛んでるうちにそのまま溶けていくような柔らかさ、柔らかさ。そしてその中身に絶妙にマッチしているのがもずくが練り込まれた麺。麺、スルッとした喉越しでどんどん進む。うまみ、のど越し、うまみ、のど越し、うまみ、のど越し。これはうめーうめー。 Dear Japan ということで、ロケ飯トップ3はこんな感じでした。次回はロケ飯うまくってごめんねごめんねごめんねスペシャル。おいしいよ。